はい、こんにちは、ジャンゴです。前回に引き続き、キャプゼロの動画を撮ってるんですが、こちらのね、テクニック属性の新若島津くん、育てました。レベル60の特訓も終わって星5にしましたということで、まあね、装備してるサポートと、スキルに関しては今まで使ってたものの流用になるんですが、前回の即島津でね、中学生の即属性が多いほど、進化を発揮するということだったんですが、アルゼンチンの選手いないとね、なかなか強い星3の中学生いないじゃんってことで、手持ちにはちょっとマッチしてなかったかなっていうところがあったんですけど、今回ね、テク属性の優秀選手に関しては 15% アップしてくれるっていうことで言うと、佐野慈瞳はテクニック属性優秀選手なんだよね。で、俺が持ってる石崎くんも、テクニック属性の優秀選手ってことで、まあ、技能持ち持ってないのはちょっとって言ってたんだけど、技能持ちはパワーなので、そういう意味ではテクニックでマッチしてるかなということで、ヒューガくんもね、中学生王者がテクなので、テク属性の、優秀選手がね、結構いっぱい手持ちにいたぞということで、で、まあね、ここの1、2、3、4人がね、15% アップ。まあ、若島津くん自身もだから5人か。5人が 15% アップして、さらに、こっちのね、翼くん、反町くん、木杉くんに関しても優秀選手なので、15% は上がらないけど 10% アップしてるってことで、まあ、ピエノポワースキルが育ってるからまあいいかってことで言って、結構ね、自分のベストメンバーにね、マッチしたスキルなんじゃないかなと、この空手道がね。ってことで、このチームでちょっとリーグ戦やってみようかなと思います。はい。どうしようかな。60万ぐらいのチームが出てくれるといいんだけど、ちょっと出てこないか？ここ行こうか。59万8000。ほぼ60万のチームなので、ここにちょっと挑んでみようかな。ベストメンバー合ってるよね。よし、じゃあここちょっと戦ってみます。行きましょう。心配するな、みんな。この若島津剣が止めてみせる。ベストを尽くせば結果はついてくるさ。さあ、2倍にしよう。まずは普通のシュートが止められちゃうと。ただまあスキル打たせてるからね、悪くはない。そして岩石ドリブル、まあミラクルも打っていくか。あらミラクル打つか。さあパスしてエッフェル塔入って、タイガーショットだってことで、これはね、止めらんないよね。よし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 。さあ、そして、おっと、まあね、結構攻め込まれないってことは、お、またミラクル打てるね。まあ、優秀選手の 15% アップが結構効いてんのかなっていうふうに、なるのかな。そしてコンビプレシュートか。これはこれも決まる。よし、まあ多分相手のミラクルも一発ぐらい飛んでくるはずだから、そこでちょっと若島津くんのね、力が発揮されればいいんじゃないかなと。来たな。さあ、華麗なフェイント、そしてタイガーショット。どうよ。おお、これはよし止める
やるな。そして3度目の、お、3度目のどうだ、よし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 、これでミラクル3度目がつながっていく。あっ、うん、危な今危なかったな。しかしよし、これも決まるな。うんうん、まあ、ちょっと戦力差があったか、これは。でも今、なんていうんだ、相手のミラクル、若島くん止めてくれたからね。結構ギリギリだったけど。よし。お、キャノン。そうなんだよね。ピエナポはね、やっぱね、スキルが育ってるからね。こう、まあ、チームの、チームスキルと相性は特になくても、決めてくれると。でね、まあ巧みなタックルもね、反町くんスキルどうしようかなんて話を前してたけど、一応今は前のままですね。そしてテントリア、テントリアが決まるな、これは。よーし、よーしよ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 し、これは5点差いけそうだね。まあ最後にミラクルがもし来たらそれを止めれるかどうかになるけど、お、テントリミドルが入った、これはいったな。よし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 、おお、まあね、途中ヒューガ君のね、相手のミラクル、ミラクルの、スキル履歴見るかな。途中相手のミラクルをどこだったかな、ちょっと、コンビプレイじゃない、後半、あ、そう、タイガーショットね、ミラクルでつながってたやつが、23万8000出てたんですが、三角蹴りキャッチの EX でね、うまく止めてくれたのでね、この辺見るとね、やっぱりね、若島津くん強いですね、これは。でね、三角蹴りキャッチ、そう、そこもね、ちょっとマッチしてるところというか、ね、これね、あ、ここで見ると見れないのか、スキルの方で見ないと長押しても見れないか。まあ、スキルアビリティがね、テク属性の場合、装備選手がテク属性の場合、マッチアップ時に、7500アップするっていう、まあ、小学生の頃のスキルなんでね、キャッチの。だから、今までのね、即島津だったり、パワーのね、若島津くんにつけてた時は、スキルアビリティはつかないけど、キャッチ技だからってことでつけてたんですけど、今回の場合は、スキルアビリティもきちんと発動するってことでね、これね、すごい、マッチしてる感じがするね、今の。でね、そう、チーム的にも、同盟ボーナス見ると、7000アップしてるってことで、これ若島津くん単独で6万超えてるんだよね。それは結構強いんじゃないのみたいな感じで、まあさっきもね、まあミラクルのタイガー止めてくれてたのはかなり、うん、いいと思いますね。はい、ってことでね、まあちょっと、新若島津を使ってリーグ戦してみましたということだったんですが、まあ、次ね、またちょっとチーム力60万オーバーのチームを発見したら、また挑んでみたりする動画も撮ってみようかなと思います。だから今回はとりあえずね、新運転ってことで、テク属性の新若島津使ってリーグ戦してみました。では、ありがとうございました。よいしょ。